最初ちょっとじゃあ話をちょっとじゃあ最初は話を変えて、最初トワルができてきた時どう？すっごい嬉しかったです。まあそう、ね、自分で考えたものが形になるっていうのはすごく、まあ、単純な感情として嬉しいっていう感情がありましたね。でまあその最初に上がってきたので結構イメージには近かったんで、まあ、ちょっと肩つぶったりとか、まあ、こう首回りもうちょっと短くしようできたかな、袖とかでそういうのはありましたけど、まあ、結構いいんじゃないみたいなのはありましたけど、で実際やっぱりその今からね、ちょっとそのデザイナーとしてこれからやっていくよっていう、こう、まあ、前の花絵のその状況の話をちょっとしようかなと思うんですけど、ちょっとそれを説明してください。実際にその、今までその私の動画って、物を作る、ブランドを作ります、商品を作りますっていう動画をいっぱい発信してたと思うんですけど、もう、いざじゃあ自分がデザイナーとしてやって、商品が上がってきたっていうのは私は分からないんで、その、デザイナーとしての気持ちは。いや、どうしてもブランド視点で私は見ちゃうんで、ここで利益を出さなきゃいけないね。ここにファンドを拡大しなきゃいけないよねっていうことをずっと私はやってるわけで、その商品、自分がデザインをしたものが上がってきたっていうのを、ちょっと、動画で言ってください。そうですね。なんか、いや、本当に、本当嬉しいっていう気持ちがやっぱ一番大きくて、で、まあ、これが世に出るのかもしれないと思うとすごく、まあ、本当に極まるというか、すごい高まる感じでしたね。で、まあ、サンプルはそんな感じ、サンプルとあるか、とあるはそんな感じでしたね。サンプル作る時も一回あれでしたっけ、似たような生地で一回作りましたので、一番最初のものは作る、いや、トワルの時はシーチングっていうトワル専用の生地があるんですよ。でそこから本生地でファーストサンプルを作りました。ファーストサンプルからその本生地か、もうファーストサンプルから本生地を使ってます、はい、だからもうこれで製品になりますよっていう、その点もでもすごい、すぐに本とそのまま商品にできるレベルで出来上がってきました。デザイナーの気持ちを知りたい、なんかそのどういう、でむしろそれも多分視聴者の皆さんは逆に知りたいんじゃないかなって。いやーでも、なんか嬉しいっていう気持ち、とにかくそこなの、そうそう、私はもうそこにつきますね。それはやっぱ自分がデザインしたものが商品になったから嬉しいと。そうです、あ本当にもうそれにつきますね、うん、特に何かこう不安もないし不満もないし、なんかもうすごい、本当に感動したっていう気持ちでいっぱいでしたね。特にその完璧なものが、自分の中ですごい完璧なものがなってきたので、うん、そこはもうすごく、なんかその頭で描いているものが、あ、そうですね、目の前にある。むしろそれを超えてたかもしれない。あ、なるほど。で、やっぱこれって今言ったようなものをやっぱ作るのって、その完璧に近い生産環境を整えてないと、うん、例えば縫製工場の腕が悪かったりだとか、生地の選定が良くなかったりだとか、例えばよくあるのが、そのパターンがあります。で、そのパターンに生地の乗せ替え。で、実際私たち、その京阪百貨店さんに下ろさせてもらったんですけど、別注なんかで生地の、こう、要は、生地を変えて別注で型は優雅みたいな感じのこととかもやってるんですよ。で、それって、そのちゃんとこう、そのパターンにはこの生地は大丈夫だけど、この生地はダメだよっていうのが分かってないと、大失敗をするんですね。だからそういうところとかもちゃんとこう計算をして、これでいけるっていうのが分かっているような環境づくりっていうのが、人もそうですし、例えば、縫製工場の社長さんとかにこう相談して、これ大丈夫でしょうかねっていうようなっていうところで、細かいところもやんなきゃいけないっていう。そうで、実際そのコラボの商品とかって花絵的にはどうなの？その自分でデザインしたものが百貨店の別注として生地替えで来る、本当に光栄なことですよね。まあ、普通に嬉しいですよ。はい、それもすごい嬉しいですし、やっぱりそうやって広がってもらえるっていうのが、とてもありがたいです。